トヨタのランドクルーザー300にデータシステムのテレビキット TB キットが適合3種類から選べますトヨタのランクル300にカップラーオントヨタがフルモデルチェンジした新型ランドクルーザー300系を日本発売したのが8月2日同社サイトには8月2日以降にご注文をいただく場合の納期は1年以上となる見込みですと掲げられており 注目の高さを伺わせる自動車アフターパーツ総合メーカーのデータシステム社も早速動きを見せ新型ランドクルーザー T コネクト SD ナビゲーションシステム12.3インチディスプレイに適合するテレビキットシリーズを新発売すると明らかにした本製品を装着することにより同乗者が走行中でも純正ナビのテレビ視聴を できるようになるし、走行中のナビ設定も行えるようになる。また、カプラー音で取り付けられるので、車両側の配線を傷つけることがないのもメリットだ。テレビキットの価格、シナバン適合車種の形式は、ランドクルーザー、R3.8、12.3インチ T コネクト SD、ナビゲーションシステムの、フヤ300ワット、ベヤ、300ワット。対象テレビキットの価格、 品番は、下記の通りとなっている、テレビキットの税別価格、各2万0千円、TTV411、切り替えタイプ、TTV411 バイト、D、ビルトインタイプ、他611、オートタイプ、